まあ、ただまあ、はい、どちらかというとこうキャリアの長い選手たちに、はい、の中で、まあ、アイスの割とキャリアの浅い選手2人ですから、はい、まあ、食われちゃダメですね。そうですね、彼女はもしれないですね。やっぱ2人が目立たないと。なんかちょっとバチバチですね。文子が殺気立つ、うん、感じです。その辺はやはりね、藤田茜選手のことやっぱ意識してるんじゃないですかね、はい、やっぱり自分が負けて8勝利とか献上させるわけにいかないですから ね、 これね、まあ、とはいえね、こうやって見れば分かるようにもう体格差は歴然ですからね。そうですね、どうなったね、これほどの体格を持っていながらまだ生かせていないというのは瀬山さん、どんなところに原因があるんですか？やっぱり気持ちですよね。やっぱりあの大きい女性は特に大きい選手とやっぱおっとりした選手もあります。イメージはそうですよね、はい、あとデビュー2戦目のあと1年間ぐらい欠場してましたからね。確かに今では考えられないんですけど、今のね、放送上手である堀田由美子さんも入団当時はなんかおっとりしてましたからね。そうなんですか、おっとりして。直千草さんのパートナーに抜擢されたあたりから、まあ、頭角現しという感じ、それまではおっとりしてましたもんね。ああ、してました。文子って言ったんですね。文子っていうのはそんなに気に入らないですかね、チェリー選手はね。自分の名前まで言ってもいいの、はい、ここからボディースラム連発になりそうですね。やられてますね。やっぱ標的にされますよね。まあ、これあの女子の場合は、ね、3人それぞれ投げ方が違ったりするんで、男子式で投げる人と女子式で投げる人がいますから。そして3人目はスタンプ。あれで上に乗れるとかっこよかったんですけど、転ばない分だけ良かったです。いや、あれで転んだらなかなかちょっと厳しいものがありますね。ここ求めますか。さあ、3人がかりでやられながらも反撃していきますね。あれ、汗かいました。いやちょっと先ほどより厳しかったんでしょう。あ、危ない。長浜はデビューしてまだ1年経ってないんですよね。そうですね。じゃあまあ実質同じようなもんですか。そうですね、試合数は同じぐらいかもしれないですね。ウェーブ初のね、その10代の選手が入団してきたって、なんか大騒ぎになりましたけどね、はいはい、それは10代の選手が入団してこなかったっていうのがすごいですけど、まあ新人を取り出したのはね、一年ぐらいからですから、これは藤田茜選手の体格でね、タイトルに渡り合いますよね。あ、でも、手数で負けちゃいました。タッコ失礼しました。どうしてケリーさんに立ちどうだ、どうしても私ケリーさんが3付けで呼んでしまいました、ね、はい、いいと思います。はい、あ、髪の毛をひどい。やられていたんでしょうね。やられたことありますよ。いや、ある。あります。いや、これだけはちょっと我々やられたくないですね。これも痛いですよね。僕は別にですけどね、頭が微妙な、髪の毛が微妙な人なんですよね。トップじゃねえや、まあいいや、その反応がいいとして。はい、ほらほら、もうそろそろ看板が。なんすか、なんすか、看板がなんすか。看板取れそうでしたよ、今。傾き始めてるんですよ。強度に問題があったりとか。傾くってまずいですね、団体的に。傾いてますね、今。傾いてますね。大畑さんが傾いてますね。大畑の看板が傾くって。傾くという。延期でもない。どっこいしょと。どっこいしょカッターからカウント2。はい、なんかこう10代の選手に対する攻めは厳しいですね。すごいですね。10代って40代ですもんね。40代って言うと改めてそうですよね。すごくないですか。まあ、いや40代と考えればすごいんですよ。すごいですよね。でこの動きの中で全然動きとして、ね、劣ってないですからね。はい、はい、しかも老介プラスして老介ですから、この人ほど老介っていう言葉が合う人いないですよね。長浜新さんなんか本当普通の新人って感じでいいですね。あの最初からなんかちょっとなんつうんだろう、はい、あのまあ個性を前提にしたりとか、うん、あとちょっと技術的にね特殊なものを持ってデビューする選手が多いんだけど、僕はこういう選手が好きですね。さあドロップキック連発してます。これはボディスラム。今ウェーバー大体あの男子式のボディスラム新人の教えでしょ。で基本は。うちはその人に合ったみたいですね。体格に合った感じですね。おお、この辺はあれですね、柔道をやっておりましたからね、うん、チェリーさんはね、高校時代は猛者ですから、ね、はい、
まずいまずいまずい。おお、すごいすごいあのカットの仕方でしたね、今のね。完全に攻撃ですね、大畑選手。今は大畑さんまだ出てないんじゃないですか。まだ一回も出てないです、はい。試合権利はマークスを見ませんが、看板メニューがないですね、ダブルのクロスメニュー。しかも看板完全に傾いてますね、端っこちらちら見えてますけど。まあ、あの傾いていても、あ、違う違う違う、やっぱりやっぱり間違えましたね。ちょっと、あ、走ってもどうしたな。新人でもやらないようなミスですよ。大畑さんならやらない。ほら、ほら。傾いた。もうね、セコンドの世良選手がセコンド業務よりも看板を立てるのに必死で、この時。それもセコンド業務の一環といえば一環なんですけど。踏み込むバカが余計なことしやがってって絶対思ってますよ。あ、なかなか立ちづらいですね。てなこと言ってる間に。マネコンの下がカウントする。そして完全に看板が傾いてる大畑選手です。まあ、それでも、まあ、看板がそこにあるっていうのが分かればタッチはできるでしょうからね。これがね、多分そのうちなくなりますね。なくなりますか。さあ、飯田と大畑コンプリートショットからテイクのドロップキック、うん、飯田選手今なんか乗ってますね。そうですよね、うん、一時なんかちょっと関節技にこだわりすぎてて、はい、ちょっとなんかかえって持ち味が効いてたようなところがあったんですけど、なんか程よく遊べるようになって、はい、なんか非常に やりやすそうに見えますね、うん、なんか自分のこうスタイルを見つけた感じですか。見つけた感じが、うん、バックをとりあえず明け固めに行こうとする、明け固めに行く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 、リング強いですがまだ伸びきっていない。大畑逃げられるか、前転して脱出、そしてマヒストラに行くのか、いや違います、腕十字です。嬉しい十字固め。飯田は一回大畑さんにシングルで勝ってますからね。ほう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 、うん、これも得意なんですね。すがる固めです。すがる固めですね、グランドのマンジ固め、はい、何でも津軽がつくというね、津軽海峡冬固め、東津軽クラッチと。津軽にこだわってるわけ、ね、出身地こだわってます ね、 そうですね。あ、サミングですね。これまたロータイ、うんうん、ラリアットですね、ね、はい、チェリーさんのラリアットって珍しいです、珍しいです、ね、はい、あ、今多分現役生活中これが最初で最後のラリアットですね。最後になりますかね、可能性ありますね。あ、もうセラ選手持ってますね。もう持ってた方がいいですね、確かに ね、 ね、この方が賢いです、はい、さあミサイルキック正面から、うん、反突。大畑劣勢ですが、ここを切り抜けてタッチに行くときにあの看板が見えてればスムーズにタッチできると、ね、はい、この大事なところで間違えるとちょっと致命傷になりかねない、なりますよね。さあジャーマンスープレックス投げっぱなす、顔を抑えながら、さあどっちが自分のコーナーか分かってるか、分かってるか、分かってるか、声もしてますからね、はい、ただこういうね、よその団体の選手とかと組んだときは確かに分かんなくなるですね、いつも組んでる人ならね、はい、あれですけども、この日だけの投票ということで、まあ、長浜選手なんか普段そんな頻繁に組んでるわけじゃないですから、はい、さあ風味君にタッチ、大阪でも出てきた代名詞のクロスボディ、頑張れ。2発目、ここは235発やってほしいですね。3発目、235発、難しいですか、あくまでこれで、ね、クロスボディにこだわるというね。なんですかね、マスカラスのファンなんですかね。そういうわけではない、いや、そういうわけではないと思うんですけど、あチェリーさんは今の走り方もすごく年代を感じさせるステップの踏み方でしたけども、でドリードライブで投げました、そしてここからダブルのドロップキックで挟み撃ち、やばいやばいと、そう、お、これはみかんでポン、違う違う、ボディスラム、ボディスラムという技です、はい、通常のボディスラム、そして対角線に振ります、いや振り返す、ルビコは振り返し、おっとここに横から入ってきた、さらに大畑が飛びついてのドロップキック、連携連携、これ初めてスライジングするようなボディアタックでしたね、今ね、もうこうなったらね、本当にボディアタック以外にはやらないぐらいまでいけば、あ、ボディアタッカーになるわけですね、はい、あの昔夏木ヘッド時代の夏木太陽選手は頭突きしか使わなかった、
あ、そうなんですか。実地以外の技多分ほとんど使ってないはず。じゃあ名前もフミコじゃなくて、もうですかね。名前だから。クロスボディ。クロスボディフミコとか、ね。クロスフミコでいいんじゃないかな。あ、お、ダブルハンドトップ。野球が好きなので。今が野球をモチーフにしてる。野球をモチーフにしてる。あ、そう。実に上松三郎選手に。三郎ハンマーですよね、今のね。三郎ハンマーですよね。野球が好きな。藤田茜。ここは、あ、顔だけ上げてほしい。こっちもバックハンドブロー。ふらついてる藤田に、後ろから、おー、回す回す回す。右回転のスクールボーイ。あー、カウント2。惜しいですね。はい、ちょっと、唖然とした表情の藤田茜。攻め込む文子が攻め込みます。またクロスボディを。いきますね。あ、今度トップですよ。めったないでしょ、トップから。はい。シュワッチ。おー、いった、これはいい。どうだ、あー、いいじゃん、今のクロスボディ。今のいいですよね。フォームも非常に美しかった。しかし、カットに入られてしまいました。これはやはり残りタック。まあ、あと彼女的には多分一番上の技を出しちゃったんで。この後ですね。この後、何しようとするんですかね。ブレンバスターかな。ちょっとこれは、あの、大きい相手にブレンバスターっていうのは、独作ではないですよね。独作ではなかったです。ここからまたボディスラムでしょうか。いや、違う。おっと、今何か狙って崩れましたね。はい。はい、ボディスラムぐらいが崩れたか。しかし、めげずもう一回いきます。スタンピートみたいな感じ。そうですね。ここから、どう持ってく。オクラハマスタンピートに行くのか。うん。オクラハマスタンピートですよね。これで、上がってますね。はい。左肩がかろうじて上げました。によっては入れててもしょうがないぐらい、ね、うん、あ、終わりかな。そしてこれが、おお、大原がドロップキックで、うん、フミコ助けましたが、しかしこれも監督で見たか返す。なんか狙ってるみたいですね。はい、多分これがみかんでポンですね。みかんでポンですか。みかんでポン。またこう、何がどうみかんでポン。横から飯田が入ってきて、蹴りを見舞って、エルボー、ヨーロピアンエルボー、そしてチェリーも、うん、アシストですね。これチャンスですね。はい、ジムドでドン3連発でございます。そこからもう一回輝上げますね。すごい気合が入ってる。これですね。偏見を道のくドライバーのような形。ね、はい。これがみかんでこう。肩の上で跳ねての道のくドライバー。そうですね。はい、いやー、勝ちました。初勝利です。自力で取った初勝利です。はい、含めても初勝利です。はい、初勝利です。どこがみかんか分からない。その辺はほら、オレンジ色だからね、オレンジ色だから。そう、コスチュームがオレンジだからね。はい。ということでございまして、プロ入り初勝利、自力で挙げた初勝利でございます。体大きいですね。はい。見せてるんじゃないですかね、身長も高いし。なるほど、ポンはポンジュースのポンだというふうに愛媛県出身、そうです愛媛の区間産業ですね、はい、100% のね、美味しいです、ね、なるほど、はい、というわけでございまして第1試合は12分31秒入り固めで藤田茜がフミコに勝ち、嬉しい初勝利を挙げたということで、はい。